これからシングルローターのヘリのホバリング姿勢の話をしたいと思います。でですね、この話はですね、まずこっち方向の話と、それから、こっちの前後方向の話と2つあるので分けて話したいと思います。これちょっと全然違う話なので、まずですね、まずこれが今回の話はローター左回転を前提にします。左回転というのは上から見てこういう左回転、半時計回転、CCW って言いますかね、工学的には CCW のヘリですね。アメリカ製は全部左回りです。でロシア製とフランス製、ユーロコプターとかですね、それが右回りなんですけど、カブリ G2 とかも、ね、右回りなんですよね。ちょっと話それましたけど、左回りってことを前提にします。ロビンソンは前期左です。ベルもそうです。でまずですね、ホバリングっていうのは重心位置が非常に重要になります。で重心ホバリングはですね、まずですね、この青いシールをつけたんですけど、この青いシールがホバリング重心だと思ってください。ちょっと前ですね、マスト位置よりちょっと前にあるというふうに考えます。でこの場合ホバリング姿勢はですね、どうなるかというとですね、こことこれとこれを結んだ線ですね、つまりこういう線をが延直になるようにホバリングします。なのでホバリング姿勢はこれだとこう浮いてこれぐらいですかね。つまりね、これがね、延直にこういうふうになるようになるので、ちょっと前ですかね。例えばこの重心がこの後ろにあったらこういうふうな こういう形になります。で当然だからローターヘッドはもちろん一定なんですけど、ローターがね、後傾したり前傾したりしますね。だからフラップアップとダウンを繰り返すわけですね。後ろに来た時にダウン、前に来た時にダウン、アップみたいな感じでこう上がったり下がったり上がったりで周期的に変わるわけだから、サイクリックっていうんですね。それは非常に特徴です。でまずですごい重要なのはホバリングは、そうなんですけど、この重心位置がこうなるわけ、垂直、これが基本になるわけなんですけど、これでこの重心よりも前にローターヘッドが行った場合は前に進むんですよね。で後ろに行ったら後ろに進む、後ろに進むことはないだろうけど、実際にないだろうけど、減速するんですよね。だから重心位置を中心に操作をするので、だから重心位置がめっちゃずれていると、操作範囲が狭くなります。つまりそのサイクリックで動かせる範囲が狭くなって、減速できないとか加速できないとかね、加速できないのはね、ホバリングから、そこまで問題にならんと思うんですけど、減速できないのはめちゃくちゃ問題で、重心位置がめちゃくちゃずれてたらそういうことになる。実際にはほとんどありえないんですけれども、でも機械装備しない限りはそういうことにはなりにくいとは思うんですが、一応理論的にはそういうことになってます。こういうことですね。で今までのが、こっち向きの話ですけど、であとこの重心の位置の話は左右にももちろん影響します。後で出しますけれども、ロビンソンの、重心位置の制限というのはもちろん全てのヘリであると思うんですが、サイズすごい狭くてですね、右に 2.5 インチ、左に 2.5 インチ、ただ R2 でそれぐらいなんですよね。両足で5インチぐらいしか、5インチってこんぐらいですからね、こんぐらいしかない制限が。だから左右の操作範囲というのはもともと狭いわけですね。だからそれによってこうなるとかこうなるとかあると思います。ほとんどわからないですね、実際に乗ってるとね。でそれよりも大きいのが、テールローターのスラストの影響です。じゃあここから左右の話いくんですけど、テールローターがなぜ存在するか、これがね、なぜこう存在するかっていうことなんですが、ちなみにこっち向き、これ R22、 こっち向き R44 と66です。反対方向って違うんですね、方向がね。いろいろその辺は長い話になりますから省略します。でなぜテールローターがあるかなんですけど、メインローターが上から見て左回転こういうふうに回りますとなるとですね、こういうふうに駆動するんですね。となると反作用で胴体はこっちに回るんですね。なりませんかったらこうなります。たまにテールローターフェイリアとかで落ちる動画ありますけど、大体ぐる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 回りながら落ちていくわけですけど、どっちに回転するかでローターがどっち回転か分かるってことですね。でこうでほっとくとこう回るんで、じゃあ止めないといけないってことで、風をこっちに吹き出すんですね。だからテールローター左についてることが多いんですね、アメリカ製の。右についてるのもあるけれども左が多い。でこっちに押し出して、ぐーっとこう押すわけですね。実際には浮いてますからね、こうやってぐる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 っと回ってるんですけど、テールローターもぐるぐるぐるっと回ってこっ風をこっちに吹き出して、水力はこっちにぐーっと
止めてるってことになります。でですね、こう垂直に止まってると、まあ、何が起こるかというと、水平に止まってるとですね、低ローターのスラストでこっちに動くんですよね。もう当然ですよね、こっちに水力出してますからね、メインローター水平なわけですから、水力出てませんから、水力って横には力出てないんで、当然ながらこっちにいっちゃう。ならこれをどう補償するかという話になるんですが、ちょっと左に傾けるんですよね。こういうような感じで、ちょっと左に傾けるような形でホバリングするのが普通です。で、左に傾けるんですけど、テールローターのスラストが大きければ大きいほど傾きを大きくしないと当然止まらないんですね。なので、重量ですね。だからその時の重量とかによってこの傾きっていうのが変わってくるんですよね。あとはですね、速度が速い時はそんなに目立たないんですけど、ブーンと来てですね、速度が遅くなって、こう例えばホバリングにずーっと移行していって、どんどん減速していく。そうするとですね、スタビライザーの補償が効かなくなったりとか、それからあと基本的には VY から減速していくとパワーがどんどん高くなりますんで、どんどん高くなって水力が増えて、ほっとくとそのままブーッと流れていくので、こう減速するときにちょっと左に切ってですね、こう止めて、こういう感じでいきます。でここはホバリングで設置する時はこうなって、こっちがついてこうやってこういきますね。最初にね、設置するときに、スキットのどこがつくかっていうのを意識するのがすごく重要で、まあ、なかなかそこまでいかない、地面効果がどんどん不安定になるんで、なかなか難しいんですけど、まあ、大体の場合、こんな感じでつきますね。まあ、結構重要な話です。